な、こんにちは。ペガサ星人のペガです。ウルトラマンジードみんな楽しんでくれているかな。ペガのウルトラマンジードアクションファイルではウルトラマンジードに出てくるいろいろなポーズをみんなに紹介していくよ。さて今日はこちら、来いよしゃい、ちょっと番外編、ペガのダークネス一本足打法。リクトの野球でドンシャインストレートに対抗して放ったペガの必殺打法。でもこの後レムが大変なことになっちゃった。みんなは部屋の中で野球しちゃダメだよ。それじゃペガ自慢の必殺打法を君に伝授だ。まずはバットで遠くを刺してホームランを予告。力を抜きながらバットを構えて特大ホームランを思い描こう。タイミングを見ながら左足を上げる。ボールをよく見てスイング、思いっきり振り抜こう。では上半身の動きを見ていくよ。スイングする直前から脇をしっかり締める。手首はこねないように気をつけよう。これでボールをコントロールできるようになるよ。次に足元、まずは両足をしっかりと踏ん張って体勢固め。次に右足に体重をかけながら左足を上げ、ボールを狙って一気に踏み込んで振り抜く。これで打球に勢いをつけられるよ。ちょっと難しいけど体全体で打つことが大切だよ。ではおさらい。ベースボール走ってくる。来いドンシャイン、投げるぜ速球。ドンシャインストレート、おりゃ、うわっ、うん、さあ覚えてくれたかな。ペガのウルトラマンジードアクションファイル、今日はペガのダークネス一本足打法でした。野球をするときはみんな外の広いところでしようね。次回もお楽しみに。彼の父親はベリアル。決めるぜ覚悟。じっとしててもどうにもならねえ。ウルトラマンジード毎週土曜日朝9時絶賛放送中。